2024年1月3日、翔平 TV 前原スポーツさんの毎年恒例となってますが、来店イベントを行っていきたいと思います。普段より、お安くなっているのと、私とじゃんけんをして勝つとさらに割引といった、そういうイベントだったり、それでは1月3日、お会いできることを楽しみにしております。それではありがとうございました。はい、どうも良平です。よろしくお願いいたします。はい、本日はカムイスポーツ所沢店さんに来ております。いつもありがとうございます。カムイさんといえばね、すごいですよね。まあ、毎回思うんですけど、グローブの量がまあまあえげつないと。埼玉の西部地区だったらやっぱり一番の品揃えなんじゃないかなというふうに思いますので、店自体もかなり広いですしね。といったところで、本日公式グローブちょっと前来た時より増えてるので、チェックしていこうかなというふうに思います。今日は水飲みますか。水のこれちょっといきなり目ついたんですけど、インフィニティネオかな、これネオラインなんで。でこれローズブラウンなんですよ、本体なんですけど、この裏側の部分、これがスプレンディットオレンジになるのかな。あんまり見ない組み合わせかなと思います。でモデルとしては多分坂本選手モデル、 D リンク入ってるんで、 D リンク入ってるんでこれ坂本選手モデルと思います。で値段が56,430円。まあ公式用なんで高いですけど、まあまあまあグローバルエリートだし張りもあるんでいいんじゃないかなと。まああんまり珍しい、あんまり見ないカラーリングではあるので、結構おすすめかなというふうに思います。で水野で言うと、じゃあ次これいきますか。宮本さんのやつかな、これ。うん、宮本さんのタイプだと思われます。 MM モデルって言ったらいいのかな。ベブ下ポケット浅めって入ってるので多分宮本選手モデルで、これ水のプロで、ここに見えづらい、まあ見えないですけど 5DNA テクノロジーでクッション入ってます。なんで手の中のフィット感はムートンで見えないんで、これ多分。あとはここ見れば普通に 5DNA テクノロジーって分かるかなと。これが特徴なんですか。うん、で親指ラベルで、これもローズブラウンの裏側がキャメル、レースもキャメルとなっています。セカンドショート、完璧にセカンドショート向きかなっていうようなグローブです。水のプロなんでお値段高めで 62,700円と。水のプロなんで割引効かないですけど、まあ革質はめちゃくちゃいいんで。僕がちょっと気になったグローブが2個ありまして、まずちょっと気になったグローブ1個目がこちらです。グローバルエリート、うん、何が気になってるの。グローバルエリート、普通グローバルエリートってセンターラベルなんですよね。そうなんだ。田中投手のバックスタイルちょっと近いかなって。マー君もこっち側に流れていってるんですけど、ただあれはね単独一体化ベルトじゃないんですよね。工房紐ついててこっちでこうなってるんで、重ねベルトなんですけど、これは親指からもう、まあここで縫い合わせはありますが紐ついてなくて、ベルトがこういう風になってて、よくローリングスとかである仕様なのかな。でこれが、グローバルエリート H セレクションのシグナで、これまあ公式用で品番がねシグナっていう品番らしいですH セレクションのシグナ、背面 FF バンドっていうらしいですね。だからはめた時のフィット感がここがのおかげでより出る、 5DNA に近いのかな、フィット感っていう意味で。ここもここでちゃんと書いてあるのか、 H セレクションシグナ。なんで水野にしては珍しい、てか初めてなのかな、田中投手モデル以外とかで。親指ラベルっていうのは 5DNA テクノロジーとかアキシーとかで親指ラベルっていうのはあったんですけど、小指側ラベルっていうのは水野では初めてなんじゃないかなっていうようなモデルなので、まあ、フィット感で、重視したい方っていうのはすごいおすすめなんじゃないかなというふうに思います。でここもちょっと特徴あるのかな、こっちが狭くてこっちが広い、なんか書いてあるかな。特段書いてはいないですけど、まあ、なんかここも多分普通の水野のグローブよりかは違った特徴になってるんじゃない、こことここで。まあ曲げやすさっていう、まあ、ここ曲げることってほぼないですからね、ウェブの。だからこっち側曲げることの方が多いから、こういうちょっとこことここをつける片付けじゃなくて、こことここら辺をつける、まあ、内野手特有の片付けになったらこの辺から曲がってくるので、ってなった時には曲げやすい設計になってるんじゃないかなっていうふうに思います。でお値段がこれ、はい、お値段 47,520円となっています。まあ、なんで、安いです。結構公式グローブにしてはそれなりにちゃんと構造がね、されているグローブなの でしかも新しいモデル見た目っていうので結構いいんじゃないかなというふうに思います。じゃあもう一個気になったグローブいきましょう。はい、で、いうことで最後のグローブは
僕的には今まで水野でなかったんじゃないかなっていうような、これちょっとおっとびっくりしたグローブです。こちらです。はい、まあでも見た目はね普通の水野のグローブ、水野プロの内野仕様じゃないっていうふうに思うんですが、坂本選手モデル、いやクロスウェーブだから違う。あれここ見てください。なんだこれ、はみ出しが2本入ってるんですよね。何はみ出しってだこれ白いやつ、うん、切りはみで2本入ってるんですけど、そうなんですよこれ小指2本はみ出し形状。水野で初めてじゃないですか、内野用の小指2本。水野以外で小指2本入れグローブがあるメーカーどこ？ウィルソン・ローリングス、まあそっか、 Z も源田選手モデルで出しててが僕の中ではイメージあるんですけど、まあそこに水野も乗ってきたなというような感じで、ただちょっと狭めなんですよねここも。でやっぱここが土手がここあれなんですよね、普通だったらダブル横閉じダブルなんですけど、これも横閉じのシングルで土手しっかりと柔らかく使える、ようなグローブとなっています。ちょっと大きいかな、でもこれ全然5本指でももちろん使えるような感じはするんですけれども、ここを広げることによって、より小指2本でも、使いやすい小指2本でできれば使ってほしいんじゃないかなっていったような、グローブとなっています。素人目的にちょっと質問なんですけど、はい、小指2本入れグローブってってことは小指、まあ普通に入れたとしたらさ、小指の部分って一つ開くの、枠が、枠っていうか、ね、ちょっとこう外野用とかだと開くのもある、ブカブカしちゃうってわけでもない。小指に入れじゃん、で小指のところさ、まあ、2本分入るようになってるわけじゃん。でもこれそうでもない、そうなの、うん、あの小指2本入れるときって小指の位置ってそんな変わらないから、うんうんうん、グローブのどちらかというと小指ってこっち側に来るイメージがある、ほうほう、普通にはめてたら5本で、うんうん、でもここ広いからここに薬指も入れられるよっていうような感じで、小指がなんだろう、浮かって浮くっていうか、そういうのはないってこと。うん、なんかグローブで指の中動くのはどちらかというと親指の方が多いから、そうなんだ。小指はこれ5本で入れてもちょっと見えづらいんだけど、掛け紐の一番こっち側に5本で入れてもついてる。んでただ人間の手ってどちらかというと内側に寄ってく、開いてくっていうよりかは内側に寄ってるから、グローブ手に入れた時も全部内側に寄ってくから、そんなに違和感はないと思う。なるほど、じゃあ ここに空間があるってこと。そうそうそう、入れたら、そう、ここに、あ、じゃあそっちに空間がある、こっちに空間があるの、うん、そうなんだ。だからこうそんなに小指だけでもならない、うん、親指はほら可動域広いからブカブカってなんてあれだけど、小指って意図的にそんなに動かせないからブカブカっていうのはそんなに感じないと思う、5本指で使っても。でも空間があるから小指2本でも大丈夫だよって、こっち側にこういうことか。なるほどなるほど、そう、はい、っていうような感じで、水野としてはちょっと珍しいグローブかなというので、紹介させていただきました。はい、ということで本日はこちらのね、グローバルエリートシグナと、水野プロの小指2本、ちょっと珍しいなと思って最後で重点的に紹介させていただきました。まあ、他もね、水野プロ紹介したし、水野プログローバルエリート他にもいろいろと、ありますので、まあ、水野好きの方はすごいいいのかなというふうに思います。カムイスポーツ所沢店さんの各種リンクは概要欄にありますので、チェックの方よろしくお願いいたします。本日の動画以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあれしゃー。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。